団体参拝の意義を深く感じていまして時折団体参拝を行っております個人で参拝するのはもちろんいいです個人には個人の良さがあります神と自分の一対一の真剣勝負落ち着いた孤独な信仰の時間が持てますこの時間は神との語りの時間となり至福の時間となるでしょう個人参拝が基本ですが 今回は団体参拝の意義についてです一人で参拝すれば一人分の苦毒が授かります一人なので当たり前といえば当たり前ですしかし二人で参拝すれば一人一人に二人分の苦毒が授かります下世話な話になりますが二人で参拝すると苦毒が倍になるわけです 3人で参拝すれば、一人一人に3人分の功徳が授かります。5人で参拝すれば、一人一人に5人分の功徳が。10人なら10人分の功徳が。100人なら100人分の功徳が。1000人なら1000人分の功徳が。万人なら万人分の功徳が。それぞれ一人一人に授かります。とってもお得な団体参拝。 お得なお得な団体参拝こんな言い方したら神々に失礼ですが言わんとすることはご理解いただけたと思います歌手のコンサート会場に人がたくさん入って満員御礼の状態なら歌手は一層気合が入るでしょうあるプロ野球選手はアマチュア時代は観客はほとんどいないのにプロ野球の野球場は観客が多いので燃えると言っていました もちろんプロは客が多かろうと少なかろうと関係なくやらないといけないのですが気持ちはわかります祈願の極意は祭祀に誠意を示すこと大勢の人数でお願いに行けばそれだけ誠意になります神様も人が大勢いると気合が入るのです神も人と同じように心があり感情がありますから日本の国が一瞬で良くなる方法がありますそれは伊勢神宮に 日本国民全員で団体参拝することですこれはすごいことになります日本国民全員が団体参拝として誠意を示すわけです古今未曾有の大真理器が発揮され日本の諸問題が全部解決されると思いますしかし実際問題としてこれは実現不可能でしょうだからグループで累計日本国民全員分になるよう団体参拝を目指しています